モタイマサコ、1952年10月17日イ、は、日本の女優。東京都渋谷区出身。社社コーポレーション所属。実践学園中学、高等学校、舞台芸術学院卒業。血液型は、O 型。演劇を始める前、2年間ほどは、銀座三越のベビー用品売り場にて販売員として、勤めていた。 1972年頃より女優活動を開始。1979年、渡辺エリラと劇団さんを結成。当初は制作を担当していたが、役者として舞台に立つようになると、得意なキャラクターと演技が演劇界の注目を集める。1986年に退団。退団と同年、緊張の防虫剤、ゴーンの CM で、木の花と共演。 同 CM で使われた、低手元気で留守がいいのフレーズが、流行語大賞の同賞を受賞し、さらに共演の機能と雰囲気が似ていることでも、話題となった。1989年、女三姉妹として、室井茂、小林里美と,と共演した、やっぱり猫が好きがヒットし、一躍人気者の仲間入りを果たす。1994年にエッセイ、サルグツはが外れた日を、 1997年には、軍用ことの教著、かつ、を出版した。2007年、それでも僕はやってないの演技で、日本アカデミー賞最優秀女演女優賞を受賞。一見、おっとりした顔立ちとひょうひょうとした演技からは、意外に思われるが、劇団時代には、渡辺と演技の方向性について激しく議論する、こともあったの番外編に収められており、ホテルで、 打ち合わせ中にタバコを吸いながら、スタッフに意見をぶつけている。NHK 日本テレビ TBS フジテレビテレビ朝日、わうわう。ありがとうございます。